ジャンパオロ・ダラーラは、イタリア出身の自動車技術者、実業家。自動車企業、ダラーラ・アウトモビリの創業者。青年期には、母国自動車メーカーの養殖を歴任し、特にランボルギーに似て高い実績を積む。1970年代からは自ら起業して、モータースポーツの分野に進出。以来、ほぼ全般にフォーミュラカーを供給する一大企業に、育て上げた。 パルマ県バラーノデメレガーリ出身。ミラノ工科大学で航空力学を専攻し、1959年に博士号を取得して母国の自動車メーカー、フェラーリに入社。モータースポーツの仕事に携わり、カルロキティの下でエンジニアリングアシスタントを担当した。1年半後にはマセラティへ移籍し、カーレースのブランドから撤退するまで在社。 1963年、新興メーカーであった、ランボルギーニにスカウトされ、チーフエンジニアの地位につく。ここで同僚のパオロ・オスタンツァーニや、ボブ・ウォレス、マルチェロ・ガンディーニらと共同で、初期の代表車種である、ミューラや、エスパーダなどを開発した。一方で、フェラーリやマゼラキ時代に体験した、フォーミュラカーの開発も熱望しており、ランボルギーニでも計画していたが途中で頓んだ 実現のために1969年からデトマソに移籍する。カイニマシンやフランク・ウィリアムズ率いるフランク・ウィリアムズ・レーシング・カーズの F1 マシン設計を担当した。しかし開発したデトマソ505-38は性能が不足しており、1970年の F1 世界選手権で死亡事故が起きてしまう。デトマソはプロジェクトから手を引き、 本人は大きな挫折を味わった。やがてデトマソを離れ、1972年に地元パルマ県に適業し、自動車開発メーカー、ダラーラアウトモビリを設立した。初期は国内向けの消費企量スポーツカーを発表しながら、ランチアストラトスやランチアベータ、モンテカレロなど外部企業の開発コンサルタントを受け負う。フォーミュラカーの分野においては、デトマソ時代に、 縁のあったフランク・ウィリアムズ・レーシング・カーズの仕事を受け負い、会一マシンの回収に協力。あとの同チーム間無理名会一マシン、ウィリアムズ FW シリーズの誕生に貢献した。そして1978年より、F3 シャーシの製造、販売市場に参入し、F3 発のカーボンモノコックを開発。ラルトやレーナードとのシェア争いを経て、1990年代末には、 ダラーラの河川状態を実現する。2000年代以降、フォーミュラレースで車体のワンメイク化が進行すると、GP2、GP3 などの買いカテゴリーにおいて、独占供給するまでに会社を成長させた。回1には、チーム、スクーデリアイタリアと提携し、1988年より、コンストラクターとして参戦。その後は、米国のインディカーシリーズや耐久レースの分野にも、 供給を拡大させ、2000年代には、ルマン耐久シリーズに出場するプロジェクトを指揮。2010年代は、スーパーフォーミュラや、フォーミュラ E への供給も開始。さらには念願だった、ロードカーの開発に着手し、2017年に、初の自社製市販車、ダラーラストラダーレを発表している。社外の役員としては、 1980年代からイタリアモータースポーツ委員会に属し、1996年に副会長に就任。1998年には国際自動車連盟のイタリア代表委員に選出されている。表彰に関しても数多く、2013年には母国の栄誉、イタリア共和国功労勲章を受訓した。ロードカースポーツカーフォーミュラカー他多数。 ありがとうございます。